おはようございます。関根和夫です。お元気ですか、えー、私はあのおかげさまで元気にしております。えー、昨日は、えー、埼玉県の稲町というところで、えー、心の健康相談というカウンセリングがあって一日出かけておりました、えー。健康センターというのがあってまあそこでやっているんですけどあのスタッフがチラシを作ってくれてですねそれまあ広報に使うんですということで机の上に えー、置いて、えー、くれましたが、えー、写真も撮っておいたので、ちょっとご覧いただけるといいんですけども、そのチラシの中には、えー、相談員保健師があなたの悩みをお聞きしますと、無料で予約制になってるんですが、こんな症状で悩んでる方はいませんかとあって、引きこもっている家族がいる。考えがまとまらない。気持ちが落ち込み、仕事に行けない。 人とうまくコミュニケーションが取れない。よく眠れない。何もする気になれない。家族に何ができるか知りたい。まあ、こんな、あの、内容で考えたり悩んでる人がいたらどうぞという意味なんですね。で、ハートマークを両手でこう支えて包み込むような図柄が書かれてありました。 まあ基本的に相談一人の相談枠というのは1時間なんですけれども午前の部があって午後の部があって何人かずつ来れるようになってるんですけどねでこれはあのこの町の人たちのためのサービスの一環で地域限定で行われているカウンセリングなんですよねでも多分、えー、これを聞いてくださっている皆さんの地域でも 実施されてると思うんですよね、まあ、ここでは、心の健康相談という名前が使われているんですけれども、もともとはあの自殺防止対策の一環として始められたもので、えー、各市町村でも実施されるべきものとしての指示が国からは出ていると思うんですけど、名前は変わってるかもしれませんが、何かそういう相談窓口というのは、それぞれの町、市で、えー 担当してると思うんですけどね私はあのこの働きが始まった当初から関わらせていただいていてもう本当に大勢の方々とお会いしてお話を伺ってきましたうーん、私が何か話をするというよりも話を聞かせてもらって教えられることの方が圧倒的に多かったなというのを思い出しているんですけどで それにつけてもここで対応しておられるスタッフの方々の努力とその忙しさでその忙しさの中で見せてくれている笑顔というのは実に素晴らしいなといつもいつも思います、まあ、現在は新型コロナワクチンの接種会場にもなっているのでその建物の2階ではあの接種が行われていて。 である時間帯ではやっぱり接種にやってくる方々のための誘導とか受付とか案内とかを手伝わなければならないということもあるのでその他の日常的な業務例えば母親学級だったりがん検診だったり赤ちゃんの発育相談であったり生活困窮者の方々への支援とか訪問相談、えー、訪問介護さらにはそのさまざまな えー、苦情あるいは相談についての電話態度対応などもあるのでまあ本当にあのスタッフの方々の疲労困憊状態というのかそれがとても心配なんですよねですから時々お昼の時間はスタッフの方々との相談会のような空気になることがあるんですけれどもまあ私は本当に話を聞かせていただくだけなので答えを持っていないんですけれどもでもそれでも なんか役に立てればいいいなといつも思っていまり、えーまあ、そこのスタッフは多分3年ぐらいであの変わっていって別の部のところに出かけていくということが多いので、えー、一貫してずっと残ってるのは私だけだったりするのでこの働きで一番あの、えー、詳しくあの人と会うことの 大切さを知ってるのは私だけなのかもしれないなと思うこともありますけれどもまあでもとにかく何か役に立てればいいなと思って昨日も行ってまいりましたそしてそこで働いているスタッフの方々に本当に「いてくれてありがとう」という言葉をお送りしたいなと心から思いました、えー、目立つこともなく感謝されることも少ないんですよね苦情はいいっぱい言われれるけれども 感謝される機会っていうのは意外と少ないですね。でも、その方々がいてくださるので、とりあえずのその電話窓口での苦情処理というのをしてくださっていますから、いや、大変だなと思うんですけどね。でも本当、いてくれてありがとうという心をいつも向けていたいなと思った次第です。えー、どうぞ元気でいてください。えー、今日はいつものように CGMTV の 収録がありますけれども、またそこであれこれ語りたいと思っています。どうぞお元気でお過ごしください。それじゃあまた。